一週間後に卒業試験だ。試験科目は筆記試験と実技。筆記試験は一般科目すべて。加えて王国魔法使と魔法道。実技の内容は当日発表になる。みなここまでよく頑張ってきた。あとは全力で挑め。キース先生、私は近い将来あなたのことをキース指揮官と呼ばせていただきたいと思っています。この卒業試験の実技で1位を取ったら帝国騎士学院への推薦状をお願いできますか。良いだろう。考えておこう、アシュレイ・カーティス。ありがとうございます。よし、あとは1位を取るだけだ。頼むよ。中間試験でもいい結果を出せたし、あの時よりもさらに私は君のことを信頼している。この試験を乗り越えるのに私のパートナーは君しかいない。どうかな。なんだ。だから私には愛というものがわからない。故に誰かを愛する資格も愛される資格もない。余計なことまで話しすぎた。今夜の私はどうかしている。明日になったら忘れてくれ。
ここで話す話題ではない。次の授業がないのなら少ししてから私の部屋へ来たまえ。それじゃあ、今の話考えておいてくれよな。見てたのか。仲直りにはまだ至ってないが、一歩、いや、十歩くらい前進ってところだな。前にシリルに言われただろ？謝ればいいって。とりあえず、それを実行してみたんだ。あいつ最近ちょっと丸くなったような気がするな。そうだな。頑張ってみるかな。お前は卒業試験しっかりな。それじゃ、これから1年に薬草調合学を教えてくるよ。そんなことを言いに来たのか。そうでもしなければついていくと言い張るか、意地でも私を止めようとしたのではないか。見ての通り腕はもう治っている。あの夜はやはりアウラで暴動があった。だが最小限で食い止め、一般国民に被害はない。
お前はロイ国王の後継ぎのことを知っているか？ご子息、第一王子は今年披露式典を迎えられる。おそらく千年戦争を企てている者はその式典を狙ってことを起こそうとしているようだ。だが心配は無用だ。この間の張り込みで首謀者の見当は概ねついている。千年戦争など私が指揮官を務める以上二度と起こさせまい。この話は絶対に他言するな。ソサエティの者にもだ。分かっているな？お前は卒業試験の心配をしていればよい。アシュレイは何が何でも一位を取ってみせる気だ。取れなかったら後が怖いぞ。お前は自信を持って全力を尽くせば大丈夫だ。私の言うことが信じられないか？私が教えてきたことはお前の目に染みついている。私の言葉が信じられなくともお前の頭や心や体は全て覚えているはずだ。心の準備はできている？さすがは私のパートナーだ。心強いね。お前は自信を持って全力を尽くせば大丈夫だ。私の言うことが信じられないか？
皆さん揃っているようですね。今日は天気も良く最高の試験日和ですよ。ワクワクしていますか？では今年の卒業試験実技のお題はキース先生から発表していただきましょう。今年の卒業試験、実技の内容を発表する。いでよ、六人の騎士たち。イドラ・アウク・シリア。なんだあれは。まさか。静かに。ここに並んでいるのは6人の騎士。これと同じものを各ペアに用意してある。すなわち6人の騎士と戦い、いち早く7人目の騎士と手合わせをした者を勝者とする。これらは人形ゆえに殺しても罪には問われない。だが、私としては防御を推奨する。人形とはいえ、強力な魔法をかけてある。甘く見ないことだ。そして、7人目の騎士は、この私だ。試験で各々に問われるのは、真の強さ。それでは皆さん、森まで移動してください。攻撃及び防御に使用する武器は何でも構いません。森に用意されているものを使用するのも、各自の持ち物から使用するのも自由です。もちろん、これは魔法を使っての戦いですよ。皆さんが配置につくのを確認したら、私が鐘を鳴らします。その合図とともにスタートです。なお、7人目の騎士、私と手合わせできるのは上位3組までとする。では皆の者、健闘を祈る。勝ち抜き戦か。マティアスと私の腕は互角。あの二人より早く6人の騎士を倒せるかが勝敗を分けるな。
あそこだ。行くぞ。やっ！インクルシオ・サフィラス。なんだよこいつら。ザック、援護頼む。はい、3人まではこっちで何とかします。危ない、後ろから来るぞ。6人の騎士と戦い、いち早く7人目の騎士と手合わせをした者を勝者とする。これらは人形ゆえに、殺しても罪には問われない。だが、私としては防御を推奨する。人形とはいえ、強力な魔法をかけてある。甘く見ないことだ。そして、7人目の騎士はこの私だ。試験で各々に問われるのは真の強さ。
一体何をする気だ。人形にかけられていた魔法を解いたのか？いつの間にそんな呪文を。そういうことか。お前たちが一番手だ。私との手合わせは剣と魔法によるものとする。二人がかりでも一人でもよいが、どうするか決めたまえ。では、二人がかりで行きます。手合わせお願いいたします。いつでもかかってきたまえ。一足遅かったか。それにしても強くなったな。ああ、俺たちを出し抜くなんて大したやつだぜ。
さすが帝国騎士団の最高指揮官。私なんてまだまだだと思い知らされたよ。やはりいつかあの人の下につきたいな。君がお題の意図に気づかなかったら1位は無理だったかもしれない。ありがとう。そうだね。あ、人形にかけられていた魔法を解く呪文なんてどこで覚えていたんだ？へえ、アルカヌム・アルビオン。これは興味深いよ。ありがとう。大切にする。卒業試験が終わって、あとは結果と卒業式か。懐かしいね。君が初めてこの部屋に入ってきた時のこと。ん？アシュレイ・カーティス。これでも一応性別上は女だ。一年間よろしく。まあ初対面だと大抵そういう反応だね。でも可愛い上に素直な子は好きだよ。そんな顔を見たら抱きしめたくなる。卒業しても私はまた君に会いたい。そう思っているんだけどな。私は君が思うよりもずっと本気なんだけど、困らせたくはないからね。それに君の心を奪った相手がキース先生ではかなわない。あの人でよかったとも思う。見ていればわかるよ。キスしてもいい？ここは彼のために残しておくから、せめて頬に。あれは挨拶みたいなものだよ。これは本気。
皆さん、実技試験の結果はこれから大広間で発表します。大広間だって、見に行こう。ああ、いよいよだね。この瞬間は一生忘れないだろうな。皆さん、今年の卒業試験実技のお題は真の強さでした。キース先生が魔法をかけた6人の騎士はさぞ手ごわかったでしょう。皆さんの戦いぶりは私もしっかり見ていましたよ。けれども私がこの試験に求めたものは騎士を倒すことではありませんでした。どうしたら戦いを終わらせられるのか、そのことに意味がありました。そのために必要なのは信頼です。信じる心こそが時に真の強さとなる。皆さんはそのことをどうか忘れないでいてください。では見事1位になったペアを発表しましょう。卒業試験実技1位はアシュレイ・カーティス、そしてオースティン、この二人に決定です。よく頑張りましたね。君は戦いの中で冷静にキース先生の言葉の真意をいち早く読み取りました。そしてアシュレイ君はその間騎士たちを制していましたね。まさに互いが信頼し合い得た勝利です。キース先生との手合わせも見事なものでしたよ。それでは二人に盛大な拍手を。よくやった。私の意図を十分に理解した戦い方だった。それに剣の腕も空中戦も上達したな。そうだ、私の厳しい指導によく耐えた。お前はもう胸を張って ISW を卒業できる。私の自慢の生徒だ。
それじゃあ一足先に俺たちは乾杯と行こう。俺たちの変わらぬ友情に。変わらぬ友情か。ずっと私に腹を立てていたのだろう。それでもリーはまだ私のことを友と思っているのか。腹を立てていたのはお互い様だ。俺はお前が ISW の特別講師を引き受けたと聞いたとき嬉しかったんだよ。本当は断るつもりでいた。実際最初は断っただが、その後で興味深いものにあったせいで思わぬことになったが。あの子のことか？興味深いねえ。お前ようやく俺の知ってるキースの顔に戻ってきたな。帝国騎士団の最高指揮官でいるときは堅苦しくてもいいけど、たまにはその鎧外せな。まだ終わっていない。私の本当の目的を遂げるまで私はこういう生き方しかできないんだ。そもそも俺たちの仲がこじれたのはその話だったな。それとちょうどあの頃俺が魔法使いとしての道を踏み外しかけていて。なあキース、俺ももう感情だけで突っ走る年でもない。今更止める気なんてないが、一人で無茶はするなよ。お前は復讐を遂げたら最高指揮官の肩書きなんて捨ててもいいのかもしれんが、今やお前のもとにはお前を尊敬し憧れる者が大勢いるんだ。例えばアシュレイやマティアス、あいつらはお前と共にこの王国を守りたいと心底思ってるんだぞ。あんまりがっかりさせてやるな。私はそんな立派なものではない。自分の成し遂げたいことのためだけにここまで成り上がってきたに過ぎない。それよりお前はどうするんだ。リーさえその気があるのなら帝国騎士学院で教えないか。10年前、お前は今頃私の参謀にでもなっているかと思っていた。俺もそれは考えてたよ。でもな、俺はこっちの方が向いてる気がするんだな。ありがたい話だが、ま、頭の隅っこには置いとくよ。ああ。みんな僕抜きで卒業なんて許さないんだから。シリル、お前いいのか。家は僕留年になっちゃうけど、卒業式はみんなと出たかったんだ。だから抜け出してきた。私もだシリル。やっぱりソサイティは
この6人揃ってこそだからね。さて、いよいよ今年もこの言葉を口にする日がやってきましたね。私は毎年この日が楽しみなのですが、同時に少し寂しくもあります。それでも学園の理事長としては、今日ここに皆さんの晴れ晴れしい姿が見られることを心より誇りに思いますよ。では、本年度のウィンクルムクラウンの授与は、今年一年特別講師をしていただいたキース指揮官にお願いするとしましょう。私から本年度キングとクイーンの発表をしよう。名前を呼ばれた者は壇上へ。アシュレイ・カーティス。アシュレイ、お前はキングかクイーンか、どちらが良いのだ？キング！キング！両方とお答えしても良いのですが、私は女ですよ、キース先生。ではクイーン、アシュレイ・カーティス、おめでとう。もう一人のクイーンはオースティン。今年はクイーンが二人だ。ほら、あんただよ。早く前に出なって。オースティン、おめでとう。二人にはこの王冠、ウィンクルムクラウンを授けるとする。また優秀な魔法使いの誕生を称えて特別なマントを進呈する。この二つは未来永劫君たちの役に立つだろう。二人とも最後の課題は見事だった。アイリス魔法学園を卒業しても二人の活躍を期待し、ここに新たなクイーンの誕生とする。皆知っての通り、私もかつては ISW の生徒だった。 ISW で学んだこと、得た仲間はかけがえのない宝だ。ここに集うすべての ISW 生徒諸君、卒業おめでとう。みんなよく頑張ったな。おめでとう。おめでとう。
お、今年のクイーンのお出ましだ。よくやったな。卒業おめでとう。見ての通りだ。大人になるといろいろあるからな。ここで得た仲間を大事にしておけよ。仲直りできたのはお前らのおかげだ。キース先生、推薦状の件ですが。推薦状は約束通り私から学院へ出しておこう。君の将来が楽しみだ。ありがとうございます。必ずご期待に応えてみせます。最後くらいキース先生に見せつけてやるのさ。おお、お前らもしかしてそういう関係なのか。ええ、そうですと言いたいところですが、残念ながら彼女の心は他にあるようです。卒業おめでとう。今年は君が入学してきて実に楽しかったですよ。私やリー先生、キース先生、たくさんのものが少なからず君に良い刺激をもらいましたからね。君の入学を許可したのは確かに私です。ですがね、君をぜひ ISW へ入学させるべきだと言ってきたのはキース先生ですよ。実は最初彼に特別講師を打診したところ断られましてね。ですがその後、君の入学を条件に講師を引き受けてもいいと言ってきたんです。まあ入学試験の結果は申し分ないものでしたし、全く問題はなかったのですが、君の入学費用を全て立て替えると言ったのもキース先生です。おっと、これは確か秘密でしたね。さあ、理由は知りませんがね。直接聞いてみてはどうでしょう。私はそうは思わない。見たところそれなりに能力はあるようだ。だが、経済的理由で学園に入れないといったところか。
何？ジリアン・グリフィスが動いただと？はい。おそらく、計画は明日ではなく、今夜実行されるものと思われます。すまないが、私は今からすぐアウラへ向かう。今夜アウラで大規模な暴動が起こる。私はそれを阻止しなければならない。今聞いている時間などない。私は帝国騎士団の最高指揮官だ。私が最善で指揮を取らねばならない。それだけのものを背負っている。お前は来るな。邪魔になるだけだ。キース指揮官、時間がありません。お急ぎください。私は瞬間移動魔法で先に行く。お前はアウラに着いたら城へ行き、国王陛下に私からの報告を伝えろ。承知いたしました。相変わらず不器用なやつだな、あいつは。まあな。お前、どうしてもアウラに行きたいか？キースが言っていた通り、アウラでは暴動が起こっているようだ。危険だぞ。そこまで覚悟があるのなら手を貸そう。どのみち俺もアウラに行かないといけないからな。使えたりするぞ。いいか、俺が瞬間移動魔法の呪文を唱えたら、何があっても絶対に手を離すなよ。我が肉体を光に変え、時の翼と共にある。インペリウム・ホラ・アルカヌム・バリウス。大変だ、暴動が起きたぞ。早く逃げろ。誰か助けて、家に火が。
ゾウちゃん、早く逃げねえとこの辺りは危ないぞ。さっき城から隣町への避難勧告が出された。城内の一部も解放されてるからどっちかだな。少し前からアウラではちょくちょく暴動の気配があったんだ。何でも闇の魔術を操る組織が裏で糸を引いてるとか。俺はただの市民だから詳しいことはわからねえよ。帝国騎士団に任せておけば大丈夫だと願いたいが、今夜はとにかく避難した方がいい。お前、どうしてここにいる？なぜ来た？いや、それは後で聞く。見てわかるだろう。今どういう状況か。さっさと学園に戻れ。私は、お前を…キース指揮官、2時の方向に。ブレイドソードディフェンシオ！
大丈夫か？震えているな。怖いだろう。これが私の生きる世界だ。お前もあと少し経験を積めば役に立つ。だが今はまだダメだ。承知いたしました。お任せください。お前は城へ行け。この兵士を護衛につける。これ以上私の手を煩わせるな。よいな。背中を見ていたら抱きしめたくなった。いくらでも聞こう。私もお前に話しておきたいことがある。おやおや、あっけないものですね。帝国騎士団の兵士といっても、所詮この程度ですか。ただの女なら興味はないので見逃してあげるのですが、どうやらあなたはキース指揮官のお気に入りのようですね。
見ていましたよ。さっきの法要。あの冷血感と言われる指揮官にも意外なところがあったんですね。あなたには協力していただきます。おや、お目覚めのようですね。どうしましょうか。一息に殺してしまうのは惜しいですね。キース指揮官をおびき寄せる餌にしようかとも考えたのですが、それもつまらない。知っていますか？かつてこの王国に起こった千年戦争。あの時、千年戦争を引き起こす際に、魔法使いたちは闇の力をより強力なものにするため、若い娘の生き血を捧げたそうです。我々は再び千年戦争を起こそうとしていますからね。どうでしょう。あなたにその大役を担っていただきましょうか。そこにある祭壇で血まみれになっているあなたを見た時のキース指揮官の顔。想像しただけで面白い。逃げようとしても無駄ですよ。ここには闇の結界が張ってありますからね。ここから出ようとした瞬間に、あなたの体は八つ裂きになります。なかなか美味しい血ですね。いいでしょう。見込みがありそうです。
キース指揮官、入ってもよろしいでしょうか。頼まれていた書類と先日の事件の報告書です。ご苦労だったアシュレイ。この事件は今後君に一任しよう。どうかされましたか。もし生きていたら、今この報告書を渡しに来たのは彼女だったのかもしれないと、バカなことを考えたまでだ。ジリアン・グリフィス事件報告書、まだ諦めていないのですね。諦める、あれは私の過ちだ。諦めるなどできるわけがない。それにこの件はまだ終わっていない。キース指揮官、あなたのためにも出過ぎたことを言わせていただきます。あの夜起きたことは誰のせいでもありません。私だってあの子を失ってしまったことは悲しい。それでも彼女は最後に闇の組織の本拠地とジリアンの企てをあなたに教えた。それからのあなたの行動と対処がなければ暴動はもっと大きなものとなり、間違いなく千年戦争の引き金となっていたでしょう。でもあの子は被害を最小限に食い止め、この王国が闇に支配されることから守ったんです。そんな彼女の覚悟と決意を無にしないよう、再び同じようなことが起こらないようにするのが私の務めだと今はそう思っています。アシュレイ、なぜその服を着ている。ああ、これですか。私は今日非番ですから。この後知り合いのデザイナーと会うので、それで久々に袖を通しましたが、 ISW での日々が懐かしくなりますね。失礼します。
おーい、何思い詰めた顔してるんだ。しかし、相変わらずな部屋だな。入るぞ。何の用だ。私はお前の相手をしているほど暇ではない。勤務中だ。人が心配してきてみたらこれだ。ほら、差し入れ持ってきたぞ。どうせ昼もまだだろう。マリーおばさんの店のベルナンなんだが、最近嫌に生徒に人気があるらしくてな。俺も食べてみたら、これがうまいんだ。いかにも。お前さ、いかにも高級食材のフルコースしか食べませんって顔してるけど、昔からこういう庶民的な食い物の方が好きだろ。ああ、リー、お前は昔闇の魔術に見入られそうになったことがあったが、なぜ思いとどまれた。なんだ唐突に。知りたいか。お前の怒る顔が浮かんだからだよ。他にも当時のソサエティ仲間の顔がな。けど今でもリタを救えなかったことは後悔してる。2年前のあの事件でお前が捕らえた組織の奴らの中にリタの姿を見つけた時は正直複雑だったが、今ではお前に感謝してる。なあキース、バカな真似はよせよ。
闇夜に救う者、我が心を支配し、時を遡れ。ムトルオフ・アドウェルサス。ジリアン・グリフィスが動いたか。はい、おそらく計画は明日ではなく今夜実行されるものと思われます。すまないが、私は今からすぐアウラへ向かう。今夜アウラで大規模な暴動が起こる。私はそれを阻止しなければならない。そうだな。私もお前にずっと伝えたかったことがある。アウラに向かいながら話そう。キース指揮官、時間がありません。お急ぎください。私は彼女と馬車で行く。お前はアウラに着いたら城へ行き、国王陛下に私からの報告だと伝え、この封筒を渡すように。承知いたしました。構わない。時間なら十分にある。愛している。たとえ愚かなことでも。
どうした？何か悩み事があるならいつでも聞くからな。